はい、それではラジオもどきやっていきたいと思います。今回の話題は任天堂ダイレクトですね。ミュウツーの話はしましたが、それ以外の話、いやー密度が濃くてね、本当にスプラトゥーンの発売日が決まりました。5月末つまりゼノブレイドクロスを1ヶ月で終わらせなければならないと、まあいわゆる宿題のようなものですね。これゴールデンウィークの宿題ですね。まあでも実際ね、ストーリー系統はね、早めにやってしまわないとネタバレとかありますからね、どうしても。なんで極力全速力でやってね、終わらせたいなと。あ、ちなみにゼノブレードクロスも動画投稿予定があります。はい、のんびりやる予定です。ゼノブレードクロスの発表は今回なかったかな。スプラトゥーンアミーボがあるらしいですね。なんとね、3種類、男と女とイカだそうで、1個1300円ぐらいだけど、3つセットでなんと3000円のお買い得セットが発売されるそうな。でそれ専用のコスチュームとかがもらえるらしいんで、まああのおしゃれな方がね、多分同梱セットを買うんでしょうかね。まあそのなんて言うんでしょうね、もともとのデザインでなんて言うんでしょう、まあ要するに多分高騰とかはないと思うんでね、ただまあやっぱり怖いんでね、今アマゾンとかもアミーボ発売してない予約商品でも値段が軒並み高いんですよね。うん、なぜかワリオだけは割引かれてるけど、うん、私の知ってる通販サイトでも予約が終了とかばっかりなんで、スプラトゥーンのね、結構やり込もうと思ってる方は予約しておいた方がいいのかもしれません。うん、スプラトゥーンに関してはこんなところですかね。あともう一つ、ファイアーエンブレムがね、2ソフトなんですかね。どっちかの、まず最初にちょっとした物語があって、その後どっちに進むかっていう感じだそうです。普通のソフトだと、ルートは固定ですね。なんて言えばいいんだろうね。ダウンロード版がまずありまして、6章までぐらいかなは、共通のストーリーで進みます。で、ダウンロード版の場合は、そこから白か黒かを選んで進めていくシステムで。パッケージ版の場合はもうすでに白と黒が決まっているんで、まあ、1と6の後、買ったパッケージの色のストーリーに進むということらしいです。つまりね、どうなるんだろうね。結論から言うと私は両方買うんですけど、仲間キャラがもしかしたら減る可能性がありますね。うん。で、お気に入りのキャラが敵に回ったりしてね。辛いなぁ。FE は死んだ仲間は戻らないというゲームなんでね、どんだけ気に入ったキャラでも敵に回ったら倒さないといけない可能性があります。ちなみに難易度も違うようでね、白が初心者向け、黒が、プレイヤー向けだそうです。なんでどっちが売れるのかちょっと見ものですよね。既存のファイアーエンブレムファンがどれぐらいいるのか気になるところです。いやでも既存のファンはもしかしたら両方のセットを買うから結局変わらないのかもしれませんね。白が絶対勝つかもね、使用上。うん、あとはマリオメーカーとかの発表がありましたね。これは確か8月ぐらいだっけ。まあ覚えてないや、覚えてないんでこの話はまた今度で。まあでもマリオを作るってなると結構遊びの幅が多くて面白そうですよね。買うゲームが多い本当に。次何やったっけな。ここら辺で私の記憶が途切れてるんで、私の中でのビッグタイトルはこれぐらいだったかな。あとは64と DS のソフトのダウンロードが始まるようです。うん、個人的には非常にね、楽しみなんですよ。流星のロックマンというゲームがありまして、これ配信始まらんかなと思っております。非常に楽しみにしております。何回も言う。あとはね、結構 DS のソフトでも面白いやつがあって、あと64も発表されましたね。カスタムロボとかまだやりたいよね。改めてカスタムロボはなかなか思い出のあるゲーム。個人的にはグライダーガンが大好きです。うん、なんでしょうね、そのやってた当時はそこそこ若かったけど、その時からこんな渋いガンをっていうところはありますね。ドリルガンとかナックル、ガトリングとかのストレートなガンが周りで好まれている中、グライダーガンね、なかなかの渋さ。あとスターダストガンとか好きですね。うん、いやー楽しみですね、配信日が。例によって配信したては3割引とかだったりするんでね、個人的に面白そうなゲームは今積極的にね、割引のうちにやっております。特に名作とかね、今のうちにやっといた方が絶対得なんで。
はい、というわけで興奮しきった状態でしたが、忍耐の感想会ですかね、としては今回で終わりになります。ありがとうございました。